こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回はいろいろとパーツが届きましたので、そのご紹介をしていきたいと思います。今手に持っていますのは BMW X5 の新しいオルタネーター。こちらが一番先に到着しました。しばらく電圧計をつけて電圧をずっとモニタリングしていたんですが、割と最近調子いいので、ちょっとこの修理は後回しになっております。それ以外にもコントロールアームなどが届きましたので、ご紹介していきたいと思います。修理をしようと思うのですが、やはりこのパーツが届くまでの時間、そして僕の場合はガレージを持っていないので天候に左右されると、その2つが大きなこの僕の修理のスケジュール通りに行くかどうかの要因になっているんですが、このパーツはもういろいろ前もってオーダーする習慣がつきました。はい、そしてまず最初に紹介するのはこちらです。この赤いメタルな、ね、割とかっこいいパーツです。まあ、これは工具ですね。一回試しで使ったので、ちょっともう傷はついてしまっておりますが、この工具は BMW のジャックアップポイント、そこに挟み込むための専用の工具です。アリエクスプレスでだいたい1000円しないくらいだったと思います。この金属製のものと、あとゴム製のものが販売されているんですが、ゴム製のものを何回か使っていると割れてきたいっていうレビューを見たので、金属製のものを買ってみました。こうやって下に潜ってみますと、こんな形の、はい、ジャックアップポイントになっております。 BMW はこういう形状になっているので、そのまま普通のジャックスタンドを使ってしまいますと、この樹脂でできたこの部分が変形してしまうんですね。この Y の字になっている。なのでこの間にこれをかませるんですが、実際にこうやってつけてみますと、こっちの部分、この赤いパーツとジャックアップポイントはバッチリ合うんですが、このジャックスタンドとの相性がまさかの悪いということになってしまいました。なので間に木を挟むしかないですかね。まあでもそれでも不安定になりそうなので、ちょっとジャックスタンドもいろいろ種類あると思うので、また見てみたいと思います。はい、ということで続いて一番動画の最初にも出ていましたが、オルタネーターですね。説明書がもうボロボロで届きましたが、はい、こんな感じをしております。今片手で持ち上げていましたが、もう持てる限界ぐらいの重さで、めちゃくちゃ重いです。何キロあるんでしょうね。まあ、10キロはないと思うんですけども、もうだいぶ重たかったです。はい、そしてレギュレーターをこのオルタネーターの場合は交換すれば治るという方法もねあるんですけども、まあもう12年落ちの BMW なので、もう気分一新、もう新しくしようかなということで、このオルタネーターを購入しました。このブランドはこの緑の箱にも書いているんですが、バレオというもので、フランスのメーカーです。そしてこの穴が2つありますね。おそらくここにボルトが来るんだろうと。そしてこの今触ってる方のボルトはだいぶ長そうですね。ずっと貫通していくと思います。また他の方が YouTube で上げてらっしゃると思うので、それを見て勉強してから交換作業に移りたいと思います。そしてこのバレオは基本的に BMW に卸しているメーカーのはずなので、まあ OEMと言っていいんでしょうね。まあ品質は担保されていると思います。なんかちょっと前にデンソーとバレオが BMW に訴えられたみたいな、そんな事件もなんかね記事で読んだ記憶があります。カルテル、企業連合、昔習いましたね。そんな感じで結局どうなったんでしょうか。エアコン周りのパーツとか、そんな感じだったと思います。はい、まあそういうことは置いときまして、続いてもう一個パーツが届きました。こちらはアメリカの
郵便局のロゴが入っております。 eBay でアメリカのストアからね購入しました。割と厳重に包装されているようで、でも実際ペラペラの紙に入っていました。はい。でこれはもうオルタネーターよりもまたまた重くて、こうね4点入っているんですが、すごいこれよく運んでくれたなと思うぐらいの重さです。はい。で取り出してみましたが、こちらはフロントのロアアームですね、コントロールアームと言ったり、あとスラストアームとか、いろんな言い方があると思います。実際僕もどれが正しいのか分かっておりません。はい。そしてこちらがボールジョイントの方で、こんな感じの樹脂製のカバーみたいなのがついています。でこれまさかこれごとやるわけじゃないですよね。おそらく輸送用のカバーだと思います。ね、こうやって動かしてみてもやっぱりこのカバーがすごい邪魔になるので、はい。まあ、傷つきブーツの保護としての一旦この販売輸送する間のカバーだと思います。はい。簡単にね取れますね。はい。こんな感じで僕のBMW X5 左のフロントのもうボールジョイントといいますか、このおそらくこのコントロールアームあたりがもうダメになってしまって、だいぶ異音がしております。先日動画を上げましたが、その時のまあ見解ではといいますか、予想ではこれを交換すれば治るだろうというところで左右セットで買いました。それぞれ2本ずつ使います。はい。こちらがもう一つですね。こっちのことをコントロールアームと呼んでいる人もいらっしゃったり、実際どうなんでしょうか。結構このパーツをオーダーするときにもいろいろ迷いましたが、もう全部セットで購入しました。一つずつ交換して、結局どこがどのパーツがダメだったのかというところが分かるようにしていきたいと思います。そしてこのこっちの方のボールジョイントはもう手で思いっきり動かしても全然動かないぐらい硬かったです。はい。そしてこちらがついになっている方ですね。こちらも同じくついになっているアームです。そしてこのカバーがね、もう輸送中に割れてしまったようです。はい。こちらもね、思いっきりやっても動かないぐらい、このボールジョイント硬いです。そしてこのブーツの感じがちょっと違うんですよね。でもこのボールジョイントが出ている角度は一緒なので、いろいろ見ていましたら、まあブーツはこう、自在に動くような感じになっているので、まあそのいい位置でもう動もう相当な力をかけないぐらいかけないと動かないぐらいな、そんな感じに設定されているんだと思います。そしてこちら側も中のブッシュだけを交換する方法もありますが、その押し出す機械がまあ手元にないもので、もうその全体で交換することにしました。はい。というわけで今回はこの3点ですね。いよいよ修理の準備が着々と整ってきましたが、ジャックスタンドに関してはまた考えないといけません。また車載ジャッキでするのは結構大変なので、なんとかねこのフロアジャッキでやりたいんですが、もうちょっとパーツ揃えなきゃいけないのかなと思ったりもしております。はい。というわけで今回の動画参考になったという方はいいねボタンを、そしてこの修理動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。